はい、基本一人です。いつもありがとうございます。朝の6時ですね。4月も半ばになってですね、かなり暖かくなりましたね。本当にね、寒かったね。1ヶ月ぐらい前まではですね、週に1回か2回ぐらいですかね、散歩行ってました。それがね、だいぶ暖かくなりましてですね、週に3回ぐらいか4回ぐらいはね、来れるようになりましたね。いい季節です。最近僕の動画はですね、弟とか母親が出てくる、特にね、弟がね、美味しそうにご飯を食べるっていう、動画がね、割とね、好評でですね、そういう動画ばっかになってしまいましたね。ところがまあ一応基本一人というね、チャンネル名でやってますんで、今回はね、なるべく一人で、やっている日常みたいのをね、お届けしていこうと思います。ということで始まります。はい、基本一人です。いつもありがとうございます。4月も半ばになりましたけどもね、平日の、午前9時ぐらいですかね。今日はね、母親いませんね、デイサービスで。で、いつも母親がね、洗濯やるんですけど、今日は僕が洗濯やるということで、ついでにですね、こちらの布団のカバーですね、こちらを選択していこうと思います。こちらのね、シーツね、本当にしばらく選択してなかったですね。まあ自分しかね、寝ませんのでね、まあ自分が良ければね、いいわけですけどね、やっぱりもうちょっとこまめにね、選択した方がいいんじゃないかなということで、今回はね、せっかくなんでね、やっていきたいと思います。こういうね、地味なね、家事をね、こう、撮影するっていうのはね、まあ、YouTube 的にはね、あまり人気のないわけですけどもね、僕自身はね、他の人の Vlog なんか見てもね、こういう地味なね、生活の様子っていうのはね、結構ね、好きなんですね。だからね、なるべく、自分もね、いいやつが撮れればなと思ってこうやってやってますね。ちなみにね、このマットね、母親がね、なんか買った健康マットというかね、ベッドマットみたいなやつなんですね。すごい硬い感じなんですけどね、すごくね、寝心地がいいですね。僕は気に入ってます。はい。じゃあ洗濯してきますね。今日はね、2回洗濯しなきゃいけないかもしれない。まずはね、パッドですね。厚手のパッド。シングルサイズのね、先ほどの、ベッドのところのやつね。あとこれですね。枕カバー。そして羽毛布団のカバーですね。これだけやるだけでもね、結構、いっぱいになってしまいますね。はい。電源入れて。これはもう本当に普通にすり切れ一杯入れます。はい。1回目終わりましたね、洗濯。はい。まだ10時過ぎなんでね、十分乾くと思います。まあ、3時ぐらいには乾くんじゃないでしょうかね。はい。
雑草がね、青々としてね、こうやって見るとね、なんか結構綺麗な感じに見えますけどね、かなりね、伸びてきてます。草刈りをね、ちょっとね、やっていかなきゃいけないかなということで、また家事を、やらなきゃいけないですね。まあ本当に僕以外ね、やる人がいないんでね、しょうがないですね。このですね、金属のね、洗濯ハンガーと言いますかね、これ意外といいですね。以前はね、プラスチックのやつを使ってたんだけどね、割と日光に当たってね、プラスチックがね、脆くなっちゃってね、そうですね、2年に一遍ぐらい買い替えてましたかね。こちらのやつをね、ちょっと高いんですけどね、買い替えてね、割と良かったなぁと思ってますね。そしてね、今使ってる大きな洗濯バサミはプラスチックでね、安いんですけどね、やっぱり劣化しちゃいますね。また買わないといけないです。2回目の洗濯ですね。はい、まずシーツ、タオル、いつも履いてるズボンですね。はい、シャツ、あとヒートテックとたぐらいかな。はい、はい、できましたね、2回目。はい、ズボンとかシーツとかね。僕もね、母親にね、洗濯ね、任せてますけどね、意外と嫌いじゃないですね、洗濯。割と達成感があるというかね、毎日ね。まあ毎日やってると達成感感じないかもしれないけど。まあ母親がね、まあ割と運動にもなるからね、洗濯はね、やりたいということなんで、やってもらってます。まあ、掃除はね、もうほとんど僕がやってますけど。はい。はい、じゃあ行ってきます。こういうね、洗濯関係のハンガーとかね、そういうのもね、ホームセンター行けばね、いろんな種類のものがね、あるんでね、またちょっとね、調べてみようかなと思いますね。僕自身はあんまり洗濯してなかったんで、あんまり関心がなかったんですけどね、こうやって洗濯するときにね、例えば T シャツとかをね、まとめてね、効率よくね、干せるような、なんかハンガーとかね、なんか調べれば結構ありそうですよね。そういうものもね、ちょっとね、買ってみて、ちょっとね、レビューしてね、YouTube で紹介してみるってもいいかなと、今ちょっと感じましたね。はい、お昼ご飯です。朝は食べてませんのでね、ちょっと早めにやりたいと思います。と言ってもね、温めるだけですね。丸松の餃子。そして昨日のね、鶏のささみの生姜焼きですね。こちらを電子レンジで戻して、あとご飯も電子レンジで。で、あとは味噌汁ですね。これ全部残り物ですけどもね。まあ、せっかくなんで、外でね、食べていきたいと思います。はい。丸松の餃子はね、水はいらないっていうことなんで、
いつも毎回、3分、フライパンで炒めるだけですね。こんな感じで。あと、こちらの味噌汁ですね。こちらも温めていきます。はい、こちらご飯とささみですね。鶏のささみを温めます。はい、どうでしょうか。ちょっと餃子焦げちゃいましたね。また失敗してしまいました。美味しく食べれると思いますけどね。それではいただきます。ちょっと食べにくいね。そうだね、椅子をちょっと動かしますか。はい。なかなかいける。うん。ささみも美味しいです。味噌汁ですね。うん。すごくいい天気。全然暑くないし、寒くなくてね。ベストシーズンですね。うん。昨日ね、鶏のささみがね、ビッグ富士でね、100g、48円ということでね、グラム48円ということで思わず買ってしまいましたね。久しぶりです。鶏のささみをね、生姜焼きにしたのは。うん。昼はこれぐらいがいいね、朝。食べてないわけですけどね、やっぱり食べれませんね、そんなに。美味しかった。満足です。ごちそうさまでした。コーヒー入れてきましたね。いただきます。まあ今日はね、撮影もしてるから、まあ割と、のんびりというよりは、まあ普通に、時間が過ぎていく感じですけどね。まあ実際問題ね、朝、散歩行って、まあネットとかいろいろその後見たりしたもしてましたけども、洗濯2回やっただけですからね、まあゆっくり、撮影がなければゆっくり過ごせたっていう感じのスケジュールですね。まあね、本当はYouTube ね、もう続けて、まあ、3年、以上経つわけですけどね。
まあよく飽きずにね、やれるなっていう感じなんですけどね、やっぱりね、確かにね、撮影のこう設定とかね、準備みたいのはね、結構めんどくさくて嫌になっちゃったりするんだけど、意外とね、こういう感じで撮ったやつをね、見返してみて編集なんかするとね、意外とうまく撮れてたなっていう感じで、それがね、意外とコメント欄とかそういうの見てね、好評だったりすると、さらにね、喜びがね、倍増したりしてね、なかなかやめられないというかね、まあ趣味としてもね、なかなか楽しいですね。まあそれにね、実益というか、収益みたいのももちろん、あるわけですけどね。まあ本当収益なくてもね、やっぱりちょっと楽しいんじゃないかなと思いますね。YouTube 上げるっていうのはね、動画ね。これがね、本当 YouTube に動画上げるためにね、こう、わざとね、遠くに行ったりとかね、そうなってくるとまたきつくなっちゃうんだけど、まあ僕の場合はね、まあこんな感じでね、まあ撮っても撮らなくても同じような生活してるっていう人にとってはね、本当にいい趣味ですよね。思い出にも残るしね。午後3時です。午後からね、風がね、出てきてね、しっかり乾きましたね。すごくね、やっぱり、綺麗になったね、洗濯物をね、取り込んでる時っていうのはね、なんかね、僕は、結構気持ちいいですね。僕はね、結婚してませんのでね、よくわからないんですけどね。例えばね、僕と同じぐらいの年のね、夫婦の方なんかで、男性の方っていうのはね、どれぐらい家事やってるんですかね。その辺のことがね、僕はね、全然よくわからないですね。割と同じ同年代ので男性とね、そういう話もね、したことないですしね、あまりそういう話する人もいないですね。もしね、良ければね、コメント欄でね、男性がどんな感じで家事やってるかっていうことをね、またね、教えていただいたらなんか面白いかなと思いますんで、お待ちしてますね。正直ね、僕がね、家事ね、こうやってやれてるのもね、他にやる人がいないのとね、仕事をね、外でね、バリバリやってるわけじゃないからっていうこともありますね。まあそういう感じです。今日はね、一日の一人の日常ということでね、お送りしましたね。最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。